どうもこんにちは、タムジョーと申します。よろしくお願いします。やっていきましょう。こんにちは、タムジョーの主役の竹です。役会ということで、本日陸上競技場にやってきました、ね、やってきたね。今日なんですけど、マジで結構ピリピリしてて、ピリピリしてるね。今日はですね、3人でガチ対決をね、しに来ました。多いって。俺らもガチ対決、もう視聴者飽きてるよ、ガチ対決。これはマジで楽しみにしたと思う。勝手にやっとけと思って。いやいやいや、でも今日マジガチ対決なんだよ、はいはいはい、で、今日何するかっていうと、はい、1000m のガチ対決を3人でやるので。なんか聞いたことあるんだけど。聞いたこともしかしたらあるかもしれない。はいはいはい、概要欄に貼っとくんですけど、はい、僕と撮影者で1回その対決したんですよ。はい、それを他県も含めてやろうというコーナーでございます。あれどんなルールでしたっけ。いや、まだちょっと見てない方もいるんで説明するんですけども、うん、1000m ね、時計なしで走るんですけど、うん、指定されたタイムでどっちが近くで来れるか。で、今日は何笑ってるよ。いや、もうなんか必死感が半端ない。その時計をつけないで、うん、1000m を要は決められたタイムで走ると。そう、はいはい、ペースが前回5分だったんだけど、はい、ちょっとグレードアップして4分にします。4分で1キロ。俺ちょっとやばいかもな。4分はもうさ、4分きついかもね。ちょっと走ってるでしょ、4分は全員ね。 で、今日ただやるだけじゃないです、はい、なんと優勝者には賞品があります。何、いつもビーにさ、なんか寿司おごりとかそういうのだったじゃん。罰ゲーム系から賞品系に変わったの。賞品になりました。優勝者に賞品。優勝者に賞品。まあね、それはスタート前に見せるわ、はい、優勝賞金をね、はい、それでやる気アップしてもらって、はい、ガチ対決に挑んでもらうということで、やっていきますか。やっていきましょう。やっていきたいと思います。それでは早速やってみましょう。タムジョー YouTube。 はい、ということで早速やっていきましょうか。来ましたね、ガチ対決が、はい、早く教えてよ。そう、早く教えて、賞品。わかりました、じゃあ言いましょう。物ってことじゃあ、もうあるんだ、あるの。あるある。出します前に、今日何の日でしょうか。今日は2月の14。知ってるよ。だから明治大学法学部受験部。詳しいな。いいわ、弟が受験の日。弟現役だから。受験生ね、うん、ではないですよ。はい、違う。今日はなんとバレンタインデー。あー、もう朝からウキウキ。1年で一番嫌い。止まらない日なんです。1年で一番嫌い、うん、バレンタインさっきね、一番好きだもんね、この日が、うん、バレンタインをね、意識しない感じで、うん、あー、バレンタインか。でも意識してる感じでしょ。でめっちゃ朝から起きた時ね、今日何個いけるか。あれでしょ、まず最初のさ、昇降口入って下駄箱から始まるんだよね。それ別にまあ、あ、なんもないと。透かした顔で、で、まあ机の中にあるんだろうな、ないと。ない。ない。ない。あ、で、帰りどうせ呼び出されるんだろうな、って。待ってたら、帰り遅いもんね、歩くの。帰れた。歩くのすごく遅いだけ。あれが遅いんだけど、そのまま家に帰れるんだよね。そのまま、なんもないんだよね。2倍時間かかるもんね、家まで。そうそう、家に帰れるんだよね、あれ。遊びに行って、遊びあ、違うかな。いないんだよね、人が。一人で遊ぶんだよね。結局ねえかい。結局ねえじゃん。はい、ということで、まあ、バレンタインデーということでね。まあね、寂しいね、はい、このお二人に持ってきましたよ。はい、チョコです。うわ、マジで。いや、今日の商品、これマジで。マジいいの。いや、いいよ。マジで、俺めっちゃ喜んでますよ。ちなみにさ、二人はどれぐらいさ、もらったことあんの。本命の義理はなし。まあそんなもん、今ゼロタケゼロゼロゼロキャラ。ちなみに俺も本命俺もゼロやっぱりゼロやっぱりゼロやっぱり。で、タムジョーは俺は、ね、本命ガチのガチはね、うん、まあ6かな。リアルな数字言う。リアルな数字言う。すごいね。じゃあ006なんだね。チャラくね。チャラくはねえだろ。俺の気持ちじゃねえよ、はい、それ。俺最初もう決めちゃうけど、はい、うん、最初行くわ。頑張りましょう、はい、じゃあ行きましょう。誰がゲットするのでしょうか。はい、行ってきます。欲しい。行ってきます。バレンタインデーピース。ということで第1走者タムジョー。ちゃんと時計ないんで、逆に見せてあげるお手本を。だから君たちずるいな。俺のお手本見れるから。いいから早く行って。じゃあチョコゲットします。はい、じゃあね。うん、行きます。行きます。よーい、ゴー。行った行った行った。さあ始まりました。今日はね、タケの撮影でございます。ちょっとこれ、ね、全部映していいの。もっと近づけていい。このぐらいこのぐらい。ちょっとね、タケ、あのビデオカメラの練習をさせるということで、うん、普段なかなか走んないで、こういう企画でやらしたいと思うんですけど、タムジョちょっとね、タムジョちょっと遅い。遅い？遅い。もうお手本どこの騒ぎじゃない。ちょっと遅い。いつも俺早いから、うん、遅いぐらいがちょうどいいかも。遅い。いつも俺早くて、だから俺、その。
舐めてんのあいつ。えい、食べちょまだ喋ってる、なんかまだ喋ってるあいつね。何やってんのあいつ頭おかしいんだ。あいつ頭おかしいよ。何やっとんの俺。食べちょ早い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 って早い早い早いちょうど早い早い早い俺一度早すぎるのよ。ラストやラストラストうるせえなあいつマジで。さあラストラストいける。さあどうなるんでしょうか。ラスト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 。さあラスト。あちょっと上げたちょっと上げたラストちょっと上げた。さあどう、はい、タイム出ました出ました。後ほど発表いたします。いはい。撮影者も下の方で言ってらんないからね。前全然ダメだったと。お前も俺ね、あの前回早かったじゃん。前回早かった。今回遅い気がするんだよね。かなり。まずあの5キロ太ったから完走できるの。完走できるマジ。1キロ結構全力レベルかもしれない。フルマラソンじゃねえんだから。よし、じゃあタケタイム頼むわ。お願いします。はい。よーい。ドン。お願いします。さあ撮影さん始まりました。おっと。あ、ちょっとブレてる。あ、違う、ブレてる。なんかボケてる。なんかモザイク勝手にかかってる。なんか撮影者映していけないのか。モザイク勝手にかかったぞ。撮影さん、まもなく、800m の通過となります。ちょっと遅くなったよ。遅いよ。ちょっと遅いらしい。遅い遅い。でも俺も、ごめん、俺タイム見てないから、タケが本当のこと言ってるか、俺もわかんない。めっちゃきつそう。めっちゃ開けつ。顎上がってる、顎。さらそう。さあ、まもなくゴールです。さあ 1000m 間もなくゴールですよ。あの赤いところね。はいはい、 OK です。お疲れさん。お疲れ。どうでしたか。これもろたね。もろた。松坂牛。松坂牛はさ引き換えを高すぎるだろ。引き換えが高すぎるわ。チョコよりさ全然高いけど。この勝負は本当に大事だからね。大事って何が何が分からんけど。何が大事いいかな。早くもう行かせてもらってよ。ではね、計らせていただきますよ。さあ最終走者タケ。近誰よ。鬼監督だぞ俺は。はい、じゃあガチやりましょう。よーいゴッ。始まったー。遅い。フード彼女募集中。フードじゃねえかお前。小学生じゃん。彼女募集中。彼女募集中小学生じゃん。タケってさ小学生の時モテてたの。タケは小学生の時はどんな子だったの。タケはタケはね、あの小学校2年生まで反抗期来て早いな反抗期。趣味廊下に貼り出されるプロフィールとか、うん、あの掲示板のやつね。名前とか書いて絵とか書いてやるやつね。それの趣味の欄に、うん、趣味喧嘩こいつ反抗期来てるわ。喧嘩早すぎ。おい喧嘩すんなよ。承認の趣味喧嘩だろお前。タケこのタイムマジでやばい。タケこのタイムマジでやばい。何がやばい。タケマジでやばいぞ。俺もさ自分語りして申し訳ないんだけど、はいはい、まあマラソン大会1位だったじゃん小学校の時。小学校の時、うん、でかつまあ勉強もかなりできたんですよ自分で言うのもなんだけどね。おうおうおう。でもゼロなのよ。マジでゼロなの。結構バケモン的な体格だったのよ。じゃあそれだ。いやじゃあガタイがでかすぎたの。あじゃあそれ小学生で。おたけマジでやばいぞ。はい、かたけマジでやばいぞ。いや結構やばい。結構やばい。さあタイムはじゃあ僕だけが見ようかな。はい。あーやったわこいつ。さあでも誰が勝つのか気になりますね。誰が勝つのでしょうか。はい、さあ間もなく 1000m 終わります。さあ乗り込んでゴール。さあ間もなくゴール。ゴール、はい、さあ、はいはい、3人のタイムが確定しました。確定しました。誰がチョコレートを手に入れるのでしょうか。後ほどエンディングで見ててください。タムジョー YouTube はい、ということでね、対決終了ということで。めちゃくちゃ自信ある俺。ある、うん、これね、ちょっと楽しみだわ、このタイムの時に。あちょっとどうだろうな、俺、うん、最後やっぱ走ってしまったな、俺。じゃあ、結果発表いきたいと思います。ドキドキだね。皆さんもね、誰が勝つのかね、走りの力感的に選んでほしいんですけれども、はい、皆さん予想が当たるか。頼む。第一走、タム城のタイム。はい、マジで頼む。3分。まあ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 ね、別に3分は全然。3分39秒91。早っ。早すぎて。渡すわ。撮影者のタイムは、はい、3分。3分、まあまあね。48秒675。
おお、ってことは友樹に勝ってるってこと。おっしゃ結構良くない。なんでさ、この時点で知ってんだよ、結果を。まあ、俺は負けなんだよ。まあまあまあ、言う。はい、では、気になる。お、竹のタイム。あ、マジで勝ちて、マジで勝ちて。いきます。3分。まあまあまあ。まあまあね、3分。ここが勝負ですね。そうね。一気に、いいよ。ちょっと待って、何分、あ、違う。あ、おいおい。忘れたの。今も出しまう。いくよ。一気にいきますよ。あ、おいおいおい、3分からでいいよ。もう一回、タケのタイムからでいいよ。じゃあ、タケのタイムから。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。これ忘れるの、いいよ、これ。次覚えとけばいいのさ。これ忘れんの。えぐい1だな。えぐい1。しか覚えなくてないんで、3個忘れるっていうのも。忘れた。では、気になる。タケのタイムは3分。あ、3分のタイムは。ここはね。いや、一気にいくよ、はい、51秒。うわー、マジか。またかよ。また負けた。よいしょ、やった。なるほど。一つ言って、一つ言っていい、全員雑魚じゃない。1位で51秒。1位で9秒。はい、ということで、タケおめでとうございます。ということで、タケに勝てるよって方ね、ぜひ対戦募集してます。いっぱいいる。もう星の数を出るということで、じゃあまたね、皆さんバレンタインデーを楽しみに。そうだね、バレンタインデー欲しいんじゃないの、タム長。いや、そうですね。皆さんコメント欄に何個もらったか、ちょっと書いてもらえたら。確かに確かに。コメント欄にね、バレンタインチョコ応募しております。どうやって。コメント欄に、コメント欄に、これチョコですって。チョコ、じゃあメッセージでね。メッセージ、これチョコです。はい、ありがとうございます。よくわかんない。はい、ということで、本日は 1000m ガチ対決企画でした。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。次回もよろしく。バイビー。アンパンマンがアンパンマンやってるの。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。